お、今日プロニアンモール、おばあちゃんどうした？ねえ、学生さんたち、ちょっといいかしら？この辺りで猫を見なかった？猫？あの商店街の方には捨て猫いたけど、ポロニアンモールにはいないよな。白いブチ猫でミーちゃんっていうの。目を離したらいなくなってしまってね。あとあのブチ猫かどうかは覚えてないけど、あの不良のたまり場にいたよな。クソでっかいタイヤぐらいでかい猫。さっきから心配で心配で。でも最近ってことじゃないもんね。あれ数ヶ月前だもんな。私と同じでもう随分年だから、そんなに遠くへはいけないと思うんだけど、一緒に探してあげるか。アイギス、白いブチ猫、さっきさん見ましたか？ここでは見てないよな。アイギスって犬語以外もわかるのかな？猫語もわかるんかな？いや、見てないよね。そう、心配ね。お腹を空かせてないといいけれど。ありがとう学生さんたち、また別の場所を探してみるわ。え、手伝わないのか？まさかの、まさかのスルー。白いブチ猫で兄ちゃん、みさきさん、もしよかったら私たちも兄ちゃんさんを一緒に探しませんか？さかなクンさんみたいになってるから。別れ別れになってしまうのはきっとすごく辛いことだと思いますし。そうだよね。うん、面倒いや探すだろこの流れで。はい、何でしたっけ、こういう状況を表す言葉で。ここであったが多少の縁。おお、ですよね。そうですね。おお、めっちゃ嬉しそう。探してあげようじゃないか。じゃあ今頃は空腹でお腹と背中が紙一重かもしれませんちょっと違うけどな。お腹と背中くっつきそうな、まあ、紙一重でもあるのかもな。間一髪でしたっけ間一髪もちょっと違うけど、まあでも間一髪ではあるかもしれないな、状況的にな。とにかく急ぎましょう。いい子だな、いいですな。あ、こんなとこまで、こんなとこまで探しに来たのお前も探せ。ほんで主人公、ってことはやっぱあのタイヤぐらいでかいやつかな、この辺にいたとしたら。あ、ここも左側に猫いるけどな、捨て猫。お、まさかあの子。違うんかい。違ったな、俺が知ってる捨て猫あの2匹だけど、多分ブチじゃない、ミーちゃんじゃないんだろうな。ここにもいない。でもプロニアンモールからここまで1人じゃ来れないよね、猫ちゃんね。こんなところで探しちゃっていませんね。まあ、犬とかだったらこの辺まで来そうな感じはするけど、シャドウのような適正反応なら少しは感じられるんですが、猫は無理だよな。私役立たずですね。いや、そんなことないよとんでもない、こんなのみんな探したって無理だよな。ごめんなさい、私から言い出したのに。いや、そんなすぐ見つかると思ってなかったよ、こっちも。うん、てっきりあのポロニアンモールの中を探すぐらいの感じだと思ったから。まさか街中探すとはな。やっぱりうまくいかないですね、機械の私が人並みに情なんて。いや、でもアイリスは探してあげたいって思ったんだったらそれが情だよ、人並みの感情だよ。ちゃんと、なんなら俺より人並みね、俺以上かもしんないな、人以上。わざわざこうやって時間使って探してあげるっていうのはな。もう暗いですし、今日のところは帰りましょう。美咲さん、ありがとうございました。いや、おばあちゃんのところに戻ってたらいいけどね。わがままに付き合ってくれて嬉しかったです。でも見つかんないんだ。アイリスは笑っている。いや、なんかちょっとまだね、腑に落ちてない感じがするよな。まあでもわかるよ、見つかんなかったら心配ではあるしな。これで4、間に合うかな、あと15日、ギリギリかもな。今日は先に帰ります、少し考えたくてちょっとへこんじゃったな、ごめんなさい、誘ってもらったのに。誘ってもらったか、そこ俺が誘ったのかついついアイギスから誘ってる、誘われてるように考えてたけど、そうだ、俺が誘ったんだったわ。はい、ただいま。ね、知ってる？今日みつる先輩と真田先輩センター試験受けに行ったんだよ。それ知ってるよ。今日と明日でしょ？明日も行くんだって。この状況ですごいよね。でもし万が一にもニュクス倒して平穏な世界が戻った時にセンター試験受けてなかったらやばいもんね。それは言っとくわな。別に当然だ、俺は諦めていないからな。そうだよね、いろいろな意味で運命への抵抗といったところかな。センター試験を受けに行くことで自分の一貫性も保てるっていうかね。私は今やれる全てのことをしておきたいんだちょ、僕とできることありませんかね、全てのこと。それが未来を諦めないことだから。そういうことですか。ちなみにタルタロス行くっていうなら付き合うぞ。いや、無理すんな、勉強しろ。2週間後は最終決戦だ、試験くらいのことでパスはできないからな。
いや、さすがにさ、すごい気迫。私は負けてらんないな。タルタロス行ったとしても、さすがに先輩二人は使わないよ。申し訳なすぎるだろ、これでセンター失敗したとか体調悪くなったらな。あ、試験会場にエアガンを持った暴漢が押し入り、一時会場を震撼させました。やっぱセンター試験会場に押し寄せてんだな。ストレガ曰く滅びは救いだそうだ。なら私の祖父はどうだったんだろうな。彼は晩年いつ終わるともしれない虚無感にとらわれていたというが、もしかしたらその虚無感の最果てで滅びに救いを見出したのかもしれない。だからっつってさ、世界を巻き込むなって話だよな。今となっては死に口なし、真実は影の中だがな。おじいちゃんがどう考えていたのか確かに俺たちには分かんないよな。あ、ちなみにこれ、ストレガの話前に誰かしてませんでしたっけ？鳥海先生とかどうすか？え？誰ですか？ああ、鷲津さんの担任の先生。そうですか。はっきりとした落胆の声。領事は？ちょっと領事さんだとニュアンスが違いますね。なるほど。全パターン見とこう。霧城竹ある。お父さん。あの人の考えは全く違いますよ。ませてんな。ペシッとなんかね、たしなめてくるね。まあ今日もちょっと稼ぎましたけど、まあレベルはもう上がんなくなってきたっていうかね、経験値もあんまり入らなくなってきたな。てか単純に飽きたな。タルタロス。ずっと同じ回ぐるぐるやって、金だけ稼ごうとしてますけど、ちょっと飽きてきたよ。社長は元気してっかな。まだやってんだ。この間なんかもう、救済バッジ5カ月分4個セット。防災の避難リュック。毎回もうこれになっちゃうんだな。もう売ってくれないんだ。田中社長。俺の役に立つようなもの。俺しか、世界中で俺しか買わないようなものしか売ってなかったはずなのに。もう便乗してね、救済バッジ売り出したから。俺には売ってくんない。お、コロちゃん。こちらを見てる。なんだ？大学入試って共通のセンター試験と括弧の二次試験との二段構えなんですよね。そうそうそう。大学全入時代なんて言葉も聞くけど、やっぱり大変そうですね。今はどうなってんだろうな。昔はほんとね、大学入っとかなきゃ就職が、まあなんか私の代なんかはもう大学入ってても別に就職なかったけど今はどうなんだろう。今またコロナとかで変わってそうだな。真田さんと桐城先輩ならあれだよ、大学入試センター試験今まさにか。つうかこれもし進学するなら来年は俺たちの番じゃねえか。そうだよ。やべえ、なんかへこんできやがった。来年受験ですからね。もうそろそろ頑張って勉強しないと。来年ね、慌ててもしょうがないけど、まあでもこんな気分であんまやる気なんないよな、勉強なんてな。私もね、高校3年間全く勉強してないんでね、人のこと言えないですけど。フェザーマンは続くのかな。47話、大帝王の大栄光、戦いは最終局面へ。もう47話だもんな。もうちょいで終わりだよ、フェザーマン R も。作戦室の機械の誤動作。ああ、はいはい。カメラ。え？もしかして気づいちゃいました、アイギス。あ、なんでもありません。ちょっと気づいちゃいました。気づいちゃいました。ちょっと待って、なんか追加されてんのかな。いくつきが死んで以来ね、一回もカメラが誤作動を起こしてないんだけど、なんなんでしょうね。いくつきが俺たちを覗いていたっていうことなのかな。でも確かいくつきも録画されてたよな。じゃ別にいくつきの趣味ってわけじゃないのか。あ、新しいビデオ来てるじゃねえか。久々の新しいビデオ。2010年1月15日。ああ、おとといぐらい？つい最近だな。お、コロちゃん。おお、かわいいね。もう自由に歩き回ってんだね、コロちゃん。ん？カメラに向かって吠えてる？コロちゃん。気づいた？見られているということに。そういえばそろそろ進路相談だね。風花ちゃんいたんだ。だね。そういうの私らなんて答えればいいんだろう。なんかシュールな画角だな。コロちゃんが いるだけ中央に。あ、コロちゃん。うん。あんま適当なとこで寝ると風邪ひくよ。あ、コロちゃんがこれカメラ教えてくれんのかな、女の子たちに。見てるね。アイギスは分かっちゃうか。どうしたの、アイギス。気づいちゃった。あそこに小型のカメラがあります。
カムフラージュされてますけど。本当に隠しカメラだったんだ。みんな知ってるもんだと思ったけど、俺たちも知らないところにまだあるの？隠しカメラが。ここを通る人を撮ってるってこと？知らなかったんだ。ユカリッチとかさ、最初に俺の部屋を監視してたじゃんか。だ、自分の部屋に監視カメラがあるのは知ってただろうけど、廊下まであるってことは知らなかったってこと？そっか。そういえばこの寮、作戦室からどこでもモニターできるんだっけ？どこでも？つまりそれは、でもあれだな、画角的にお風呂とかまでは見えないはずだ。ということは私たちの個室にもついてるんですか？それは知ってるよね、ユカリッチはね。フーカちゃんは知らんか？聞いてないか？考えたことなかった。なんでだよお前、ずっと俺の部屋覗いてたのに自分が覗かれる可能性を考えていなかったのか？てか多分ある、私去年使ったことあるし。うん。本当に俺の部屋を覗くためにな。でも確かキーがあるはずだし、さすがに男性陣が覗きに使ったなんてことは。でもキーは誰が知ってんだろう？キリジョー先輩か？うん。ふんふんふん。でも誤作動でちょっと見えちゃってるけど、これ終わっちゃう？もしかしてユカリッチにバレて。もしあったらニュクスの前にまずそいつから討伐よ。俺討伐されちゃうじゃん。でも俺たまたま見ただけだからな、別に覗きに使ったわけじゃないもんね。たまたま、あ、録画されてんじゃんと思って。しかもなんかね、コンソールデッキが不具合を起こしてるから見てくれって言われてな、何度もユカリッチに何度も見てくれって言われたから見ただけでな、自分から覗きに行ったわけじゃないぞ。世に言うお嫁に行けないという心理状態ですか？そこまで見られてないだろうけど。アイニス。追い打ちだね。てかもうこれいらないじゃん、ミツル先輩に言って外してもらおう。確かにな、いらないよな。あー、外されちゃうのか、残念。うん、コロちゃんはお手柄なんだろうけど、やってくれたねコロちゃん。そうですね。なんだ、カメラ今動いてますね。うん、やっほー。かわいい。見てるぞ俺が、アイギス。じゃあこれが最後か。終わっちゃったってことか、このビデオないか。まあまだすでに見たビデオ見れますけど、まあすでにね、この録画は私のね、あの YouTube にダビング済みなんで。まあいいでしょこれは。ただなんか録画してあるとはいえ、自分の実況が載ってんの邪魔だな。うわすげえ、100万円のやつあるじゃん。犠牲の彫像。こんなんこの交番で買い取れんのか？100万の彫像。何に使うんだろうな、犠牲の彫像。いやまあ儲かりますね。儲かりますけど、なんかね、追加されてたりするんだよな。高精神装甲マルク3アップ。パピオンメソッドね。でもメイド服あるからな。買ってもしょうがないんだよな。あ、早瀬いないじゃん。あ、やべ、やることねえわ。あ、やべ、日曜の昼間やることねえ。マジか。帰ろう。いや、これだったらあれだな、平方遊びに行っときゃよかったな。平方の誘い毎回断ってっけど。あ、でも日曜の昼、早瀬いた気がしたけどな。いないのか。君か、おかえり。お、先輩どうだったんすか、センターは。それが曰く。あれ？センター試験どうでもいいの？どうでも良さそうだな、どうやら。大したことなかったのかな？まあ、本番は二次試験みたいなところあるからね。真田どうなんだ、真田。俺にとっても、真珠にとっても、影時間を消すことは悲願だった。センター試験終了後にそんな話する？だが真珠は先に行っちまった。その悲願を俺たちに託してな。だから俺は絶対に勝つ。勝って全てに決着をつける。そうですね、新垣さんのためにも。大丈夫、いけるっすよ真田さん。一緒にニクスをぶっ倒しましょう。ああ、うん、そうだな。いやー、センター試験から帰ってきて自己採点してないやつ初めて見たかもしんないわ。まああれだ、正直言っちまえばニクスとやり合うのは怖いわ。でもな、あの絵を見ると不思議とやる気が湧き上がってくるんだよ。千鳥のね、似顔絵な。この命はあいつが残した宝物だ。相手が何だろうと絶対に譲らねえってな。すごいな、純平さん。前はどこか頼れなかったのに。
今じゃもう真田さんにだってマサルとも劣らない気がしますね。おっと、それはまた聞き捨てならんセリフだ。ではニクス相手にどこまでやれるかぜひとも見せてもらわんとな。まあこん中でさ、戦えるの3人しかいないからね。最終メンバーは誰にするからな。まあなんか順平は使ってやりたい気もするんだけどね。影時間は僕からたくさんのものを奪い去っていきました。まあまあだもな、そうなのよ、一番の被害者と言ってもいいぐらいだしな。でも代わりに皆さんが大切なものを僕に与えてくれました。あ、まだだから僕は諦めない。絶対に影時間を消し去るんです。言うじゃねえか、まだお前の活躍期待してるぜ。ああ、きっと真珠も喜んでいる。その決意を忘れるな。悩ましいな。最終メンバーなんかイベント戦闘かなんかあってさ、あれもしかしてコロちゃんが俺をじっと見てるのはあれか、アイギスにこの防犯カメラの犯人をこいつだと言わんばかりの視線なのか。アイギスがそれで気づいちゃいましたって言ってたってこと。怖っ、寝よ。でもなんか最終戦はイベント戦闘で全員がさ、コロコロ切り替わりながら全員一緒に戦えるみたいな、ペルソナ4のね、裏ボス戦だっけ、は結構熱い展開だったんだけど、どうなることやらですよね。あ、出た、長話。知るか知るかベサベサ。最近世の中何かと騒がしいようですね。ですが君たちはあんまり気にしないようにしましょう。大体隠された知識に対して一般人は免疫がなさすぎですね。魔術師を目指す者、一番いけないのはコントロールを失うこと。目指してないですよ、魔術師。やるべきことをやっていればまあ大丈夫でしょう。今日の話はギリシャの魔術について。ギリシャは西洋哲学誕生の地、合理的思考の生まれた場所ですが、そこには隣り合って呪術的とも言える思考がありました。タレス、ソクラテス、プラトンといった哲学者を生んだ地ですが、伝説の魔女が名前をとどろかした地ではあります。例えば愛憎深いコルキアの国のメディア、まあそうだよね、その弟や我が子を殺すことも厭わなかった残忍な魔女です。そう、子供をバラバラにしてばらまきながら逃げたっていうな、船で。ヘリウス神の娘キルケは独特釣りを得意としていました。ヘルメスを助けがなければ彼のオデッセウスも舞台にされていました。神話の中の作り話かもしれませんが、ギリシャ魔術の精神は読み取れますよ。このギリシャ魔術が形成され始めたのは紀元前8世紀くらいから、都市国家ポリスが発展した時期です。そこでは他の多くの古代文明同様に守護神が祀られていました。御子を置き人々に神託を伝えていたようです。しかしその際には次第に秘密儀礼へと傾倒していきます。それは神々の力を我が物にしようと考えた結果の行為でした。伝説にある相応な行為を真似して生贄を裂き、狂乱し、陶酔に落ちる、そんな危険な行為が広まりました。アポロン、ディオニソス、オルフェウス、これらは皆神の名のもとに行われていたのですね。オルフェウス系は結構やばいって聞くな。みんな聞いてますかね。三族は渡っちゃダメですよ。ヒヒヒ。ああ、間違うとオーラ波動が変わりますよ。何オーラ波動って、オーラ力みたいなやつ。はい、アスリー。ギリシャの魔女と知られているのはメディアとポリス、キルケ、ヘカーテ、キルケね。はい、オッケー、正解。今日元気でオーラが綺麗。俺のオーラ見えてんだな、江戸川先生。これらの秘密儀礼はその巫女から恐るべき魔女たちを生み出しました。魂と肉体の救済をもたらすはずの教えは陶酔の儀式のうちに堕落するようになり、おぞましい背徳の道を歩むことになるのです。死体を掘り起こしては愛撫したり、子供をさらっては媚薬の材料にしたり、これが忌まわしい黒魔術の起源です。まあ、よく魔女がこう鍋をねグツグツ煮込んでるとかね、鶏の血でなんか魔法陣書くみたいな、ああいうイメージだよな黒魔術。おまあ、アイギスか、いや、ミヤか、アイギスでした。アイギスガンガン上がるな。まあ、今日も一緒に帰ろう。ミーちゃんさん心配ですね。そうだね。探しに行く今日も。別に。頑張って探そうや。はい。私諦めません。まあ、おばあさんに引き渡すその日まで。まさか猫探しイベントになるとは思わなかったな。僕も暇なようだ。まあ、暇だろうな、そりゃな。猫探しに行こう。さて、猫探しね。お、鳴き声。今の猫の声。もしかして、やっぱあのでっかいやつかな。そっちに行くってことは。あー、縮んでる。縮んだ。どういうこと？ドラム缶ぐらいでかかったよな。俺が猫缶上げたやつ。兄ちゃんさんですか？ブチだけどね。確かに。なあご。白いブチ猫。まあ、多分。俺が猫缶あげて育てたことは別の子だよね。やっぱり兄ちゃんさんです。よかった。やっぱ猫とも喋れんだ。美咲さん、おばあさんに知らせてあげましょう。おばあさんの連絡先とは聞いてないけど、どうすんだろうね。コロニアンモールに連れて行く。
おー、おばあさんいたね。おー、よしよし、ちょっと痩せたかしらね。何日か経ってるもんな。私の相手をしてくれるのは今はもうこの子だけ。みーちゃんがいない間寂しくてね。二人ともありがとう。今度は逃げられないようにしてもらわないとな。てか猫ちゃんをこう散歩に連れていくってことあんのかな。なくはないか。寂しい。一人でいるのは寂しいですか。寂しいよね。そりゃね、歳を取ると分かるの。どんな財産に囲まれてもそれが見とってくれるわけじゃない。そうだよな。どんな人間だって一人では生きていけないんだってね。近所に子供たちはいるけれど、あまり年寄りには興味がないようだわ。まあ近所の子供たちが別に世話してくれるわけでもないだろうしな。おばあさん、友達になってあげるよ、アイギス。じゃあみーちゃん行きましょうね。学生さんたち本当にありがとう。おばあさんは去っていった。よかったな、無事見つかってな。生きるというのはやっぱり一人じゃできないことなんですね。そうですね。そうかも。そんなことはない。わからない。映画のキャスターウェイみたいな無人島に流れ着いてどうしようもないってなったら、まあ一人で生きていくしかないだろうけど、それもなんかね、こう帰れるっていう希望を持ってこそだもんな。一人じゃできないこと、そうだと思うけどね。はい、きっとそれは誰かと思ったり思われたりすること、誰かと触れ合うこと、触れ合えること。触れ合うか、アイギス。触れ合いギス、なぜか複雑な表情を浮かべている。触れ合いたいんだろう。でもあれか、体が機械だから気にしちゃうか。ただ一つ分かっていることがあります。私は美咲さんと一緒だと嬉しいって感じるみたい。俺もや。アイギス、少し恥ずかしそうに笑っている。もう女の子じゃん、恥ずかしそうに笑ってるんだったら。人間じゃん。まあそうなりますよね。あれ、おばあちゃんぐらいになったら、まあ寂しいとはいえさ、それまでの人生を誰かと一緒に過ごしてきてるわけだから、おばあちゃんになったらもう別にいいかなってなるかもしんないけどね。ただ我々この若い頃に関してはやっぱ一人でいるってのはね、もったいないように感じちゃうよな。でもどうなんでしょうね。人とつながるのが生きるっていうことなら、こんな体の私にどこまでできるのかな。つながってみるか俺と、試しに。アイギス、試してみよう。なんて、私すっかり浮気ですね。どうしたんでしょうね。まあ人間の感情が芽生えて豊かになっていくにつれて、自分の体との乖離がね、生まれちゃうってことなのかもしんないな。より自分の体が機械であるってことを自覚しちゃうのかもね、強くね。じゃあやりましょうか。一緒にタルタルスで出撃したいってそう言ってます。コロちゃんそう言ってたの。コロちゃん、コロちゃんもな、使命感を背負ってくれてるわけよ。本当私たちの仲間だよ、あんた頑張ってるからな、コロちゃんな。自分の体が傷つくのも厭わずな。カルト関連のニュースばかりだ。じゃあ行く、コロちゃん。タルっちゃう。あっ、おい、タルタロス行きたいって言いながら散歩にも行きたくなってるやんけ。散歩行くのか、コロちゃん。ちょっと待ってくれ、散歩行こうか。じゃあどっちなんだよ、コロちゃん。今日は誰にも会わなかったか。いい子だね、コロちゃんね。ホムンクです。でもタルタロス行きたかったんじゃなかったのか、この丸は。おおー、ゆい子ね。まあどうせ日曜日早瀬いないんだったら誰かと遊びに行った方がいいんだよな。何もやることなくなっちゃうから。行くか、ゆい子、付き合おう。あ、本当？この日曜日寝坊とかしないでよ。嬉しそうだ。最近話してないからな、ゆい子ともな。いいじゃないか。あー、もう眠いね。寒いと布団から出たくないし。こいつら上着とか着てないけど大丈夫なのかな。冬真っ盛りだよ。てか無気力症ってよく考えると実は結構いいかもね。わかるわかる。だらだら寝てられるし心配されるし。でも逆に何にもできねえんだぞ。ねえ、マジ一度なってみたい気もする。まあ、戻れるんだったらいいけどな。でも思わないと思うけどね。まあ子供の発想って感じはするけど。
せめてさ、ネットフリックス見れますとかだったらいいけど、ぼーっつって何にもやる気しなくて何にもできないんだから、しんどいと思うけどな。ずっと立ってる影人間もいるし、しんどそうだよね。さて、今日はアイギスいないか。じゃあ、水泳部かな。いや、調子どう？さすがにやめるか？よくはねえな。膝に力が入らねえ。じゃあ少し早いけど休憩にしようか。おめえ、宮にマッサージしてあげて。了解。おお、2年生の部員が。了解。ほら、足出した。みんな協力してくれてんだな。あ、悪い、練習中なのに。多分だんだんいたたまれなくなってんだろうな。自分のさ、エゴを通すために俺はやるぞって言ってたけど、だんだんね、俺の肩を借りないと歩けなくなったり、部員の時間を割いて揉んでもらったり。やめろよ、らしくね。おいっ子のためだろ。いやー、でももうなんかもうやめようかなーってなってるよね、絶対。本当に悪い。部活を寮に帰ることにした。これ以上みんなに迷惑かけちゃうのもちょっと罰が悪いしな。ほんで自分の足が本当に使えなくなった時の恐怖感みたいなのも多分来てるしな。ミヤか、アスリ、これ普通に歩いてるな。ちょっと付き合ってくれよ。聞いてもらいたいことがあるんだ。おー、ここじゃダメ？聞いてもらいたいことは、まあ、一緒に飯食いたい。なん、俺、またあれか？俺に肩貸してほしいのか？ああ、そうなんだ。部のやつに聞かれるのはちょっと。ゆい子はいいの？適当なとこ入ろうぜ。若塚。ここの階段でまた多分俺が肩貸してんだろうな。焼き魚うまそう。ああ、何から話そうかな。なんか頭の中がごちゃごちゃだ。とりあえず最初にこれ渡しとくよ。いきなり？スポーツテープ。お前が膝に巻くやつじゃないの。巻けってこと？巻いてやるよ。前に甥っ子がくれたテープなんだ。必勝の願掛けがされてんだって。そんなのお前が持っとけよ。そんな渡しちゃっていいの俺に。いっぱいあって俺じゃ使い切れねえからな。あ、いくつかあるうちの1個ね。びっくりした。練習中にどっか痛めちまったな。テーピングに使ってくれよ。いや、使うのはお前だろう。お前に最初に話しておきたくて。決めたよ。俺通院する。膝はちゃんと直すよ。みんなずーっと前からそう言ってたんだけどな。ようやく受け止めたか。まあ悩んだだろうな、ミヤもな。選考会、そう、おいとの約束はどうする。最悪無理かもな。ちゃんと説明しねえと。まあそれでいいと思うよ。説明すれば分かってくれると思いますしね。で、それ最初からずっと言ってんだけどな。宮本は照れくさそうに笑っている。別にふてくされたわけじゃねえんだ。一人よがりをやめたっていうか。まあね、みんなに膝のことバレて、みんなに支えられて気づいたわけだ。自分が一人よがりだったということにな。膝や老いのことで部に迷惑かけるのってやっぱり違うよな。そんなんで勝つことができても、そんな勝ちは後味悪いに決まってる。前までは俺、自分の勝ち以外のことを考えられなかったけど、まあ、ミヤのせいでっていうとちょっと言い過ぎかもしんないけど、まあ、もしかしたらミヤを勝たせるために、リレー競技とかがおろそかになっちゃって、他のみんなが負けてみたいな、なそういうことあるのかもしれない。お前が保健室で先生に俺の膝のことで問い詰められた時だよ。自分のことばかりじゃダメだって当たり前のことに気づけたんだ。よかったな、ミヤ。やっぱり勝負だから勝ちってのにはこだわりたいんだ。ただ今は大会の優勝じゃなくて、周りのみんなのために膝を治すことが俺の勝ちだと思ってる。おお、いいじゃないか。毎度毎度お前の肩借りるわけにもいかねえしな。今まで本当にありがとうな。おお、感謝された。いい男になったんじゃないか。うん、だいぶね、視野が広がったんじゃない、これでミヤは。戦車マックス。おお、戦車の究極の力、トール。怪力の王、トール。いや、トールも作りてえな。甥っ子にちゃんと事情を説明して、一緒にリハビリしようと思うんだ。どっちが先に治るのかな。あいつも俺に似て根性あるから。なあ、ちゃんとな。自分も頑張ったってこともちゃんと伝えてな。ゆい子も連れて行きな。もしくは俺。